1999年8月11日の回帰日食で見られたコロナ。回帰日食中はコロナやプロミネンスを肉眼で見ることができる。コロナ、または太陽コロナは太陽の外装大気の最も外側にある100万ケルビンを超える希薄ガスの層である。コロナはラテン語で缶を意味する言葉で、 古代ギリシア語でガーランドやリースを意味するカッパローニューイータに由来する。普段は高級や細層からの光が強いため見ることができないが、回帰日食の際には肉眼で見ることができる。コロナグラフという観測機器を使えば常時観測することができる。ただしコロナは100万系以上の温度であるため賢いより、 X 線での放射の方が強い。地球の大気が X 線を吸収してしまうため、コロナの観測には宇宙空間の方が適している。主な成分は水素原子が原子核と原子とに分解されたプラズマである。6000系程度の高級から遠く離れたコロナが100万、低を超える温度まで加熱される気候には不明な点が残っており、 コロナ加熱問題と呼ばれている。ニューヨーク・キンダーフックでの、1806年6月16日の、日食のジョゼ・オー・ケイン・デ・フェラーによるコロナのスケッチ1724年、フランス・イタリアの天文学者ジャコーモ・フィリッポ・マラルディは、日食の間に見えるオーラは、月ではなく太陽のものであることを認識した。1八百九年、スペインの天文学者、ホセ・ホア・ギン・デ・フェレールは、 コロナという言葉を生み出した。デフェレールはまた、ニューヨーク州、キンナーフックでの1806年の日食の観測に基づいて、コロナは月ではなく太陽の一部であると提唱した。イギリスの天文学者、ノーマン・ロッキャーは、地球上で初めて太陽の再送に含まれる未知の元素を発見した。フランスの天文学者、 ピエール・ジャンさんは、国天周期とともに、コロナの大きさや形状が変化することを指摘した。1930年、ベルナール・リオが、怪奇日食によらずコロナを見ることができる装置、コロナグラフを発明した。1952年には、アメリカの天文学者、ユージン・ニューマン・パーカーが、太陽表面全体に発生する無数の小さなナノフレアによって、 太陽コロナが加熱されているのではないかと提唱した。1869年の回帰日食の観測以降、コロナ中に気栓スペクトルが次々と発見された。これらは未知の元素、コロニウムの存在を示唆するものと考えられたが、実際には高温によって公開電離したイオンによるものであった。ドイツのグロトリアンの研究を引き継いだ。 スウェーデンのベングトエドレンにより、1942年に637.4ナノメートルの赤色の気線が、鉄の球界電離のイオンから放射されたものであることが、同定された。その他、530.3ナノメートルは FE14、338.8ナノメートルは FE12、Fe 789.2ナノメートルは FE12、Fe 1074.4ナノメートルと1079.8ナノメートルは FE12 と同定された。これ以降、コロナ中に発見されていた気線が、ニッケル、カルシウム、アルゴンなどの公開電離したイオンからの放射であると同定されていった。メディアを再生するステリア部の紫外線、イメージングカメラのキャリブレーション中にキャプチャされた。 太陽の月の通過可視光で見えるコロナからの光は、物理過程の違いによって、K コロナ、E コロナ、K コロナの3種類に対別される。K コロナ吸収線を持たない連続光からなる成分。K はドイツ語で連続光を意味するコンテニュアリーシェイに由来する。K コロナからの光は、太陽の光球に起源を持ち、 高温に加熱されることで電離して、高速運動する自由電子によるトムソン散乱により、太陽の半径方向と直行する向きに強く変更している。E コロナ0.1ナノメートル程度の狭い波長範囲だけに極在する気線成分 E は気線を意味するエミッションに由来する。 E コロナからの光は、コロナ中で公開電離された原子が放射する光で、ある。最も明るい13回電離した鉄音からの5 3 0 2 8ナノメートル付近の気線をはじめ、下肢光領域では20程度の気線が見られる。太陽表面では最も強い成分だが、気線の強度は電子密度の事情に比例するため、 高級からの距離が大きくなるとともに急速に暗くなる。海コロナ高級と同じく、フラウンホーファー線を持つ成分。F はフラウンホーファーに由来する。海コロナからの光は、王道面に浮遊するダストの熱放射や、太陽光の散乱光で、王道光の太陽側への延長成分とされる。 軽コロナに比べると距離が離れても輝度がゆっくりと減少するため、太陽中心から太陽半径の3倍くらい離れた距離になると、この成分が主となる。軽コロナ、E コロナと異なり、高温に加熱されているわけではないため、本来、黄道光と呼ぶべきものであるが、慣習的に F コロナと呼ばれている。太陽コロナは、太陽表面の有効温度よりも、 はるかに高温である。高級の平均温度が約 5800K であるのに対し、コロナは100万から300万 K である。しかしながら、コロナの密度は高級の10から12倍程度と非常に希薄なため、可視光での高度は高級の約100万分の1しかない。コロナは比較的薄い細層によって高級から切り離されている。 コロナがどのようにして加熱されるのかはまだ議論の余地があるが、太陽コロナ中の磁場によって起こる微小なフレアによって加熱されるとするナノフレア説とプラズマ中を磁力線に沿って電波するアルベエン波によって太陽表面のエネルギーが上空に伝えられているとする波動加熱説が有力視されている。太陽のコロナの外縁は開いた時速のために絶えず、 外へと運ばれ、太陽風を発生させている。作動時点によって、太陽磁場が巻き上げられ、ねじられる、イメージコロナは、太陽の表面に常に均等に分布しているわけでは、ない。静音な時期には、コロナは多かれ少なかれ赤道域にとどまり、コロナホールが極域を覆う。逆に、活動期には、 コロナは赤道域と極域に均等に分布しており、太陽黒点のある領域では最も顕著である。太陽の活動周期は活動極小期から次の極小期までの約11年間である。太陽の時点は赤道域の時点が極域よりも早い作動時点をしていることにより、太陽磁場が絶えず巻き上げられているため、 黒点の活動は磁場がよりねじられやすい活動極大期に最も顕著となる。太陽黒点と関連しているのは太陽内部から上昇する磁束のループであるコロナループである。磁束が高温の高級を押しのけ高級の下部にある比較的温度の低いプラズマを露出させることにより暗い太陽黒点が作り出される。1973年に 宇宙ステーションスカイラブ、その後、陽光をはじめとする様々な宇宙機によって、スペクトルの X 線領域の高解像度撮影が行われて以来、コロナの構造が非常に多様で複雑なものであることが分かってきた。天文学者は通常、以下のようにいくつかの領域に分類している。活動領域は、高級の磁気の極性が反対の点を結ぶループ構造を、 いわゆるコロナループの集合体である。活動領域は一般的に太陽の赤道に平行な二つの領域に分布している。電子温度は100万から500万 K で、電子密度は109から1010 10個立方センチメートルである。活動領域は太陽表面の異なる高さで発生する磁場に直結したすべての現象に関係している。 太陽黒点や白斑は高級で、スピキュール、Hα フィラメント、プラージュは再層で、プロミネンスは再層と繊維層で、太陽フレアやコロナ質量放出は再層とコロナで発生する。フレアが非常に激しい場合には、高級を上乱してモートン波を発生させることもある。一方で、静音なプロミネンスは、 大きく冷たく密度の高い構造物で太陽面上に暗く蛇のような Hα リボンとして観測される。その温度はおよそ5000から 8000K であることから通常は最層の特徴として考えられている。コロナループトレースにより発章171で撮影されたコロナループコロナループは磁気太陽コロナの基本構造である。これらのループは コロナホール領域や太陽風に見られる、開いた時速のいとこのような存在である。太陽本体から時速のループが湧き上がり、高温の太陽プラズマで満たされる。コロナループはしばしば太陽フレアや CME の前兆となる。コロナループの足元の高級上には、一方に N 極、もう一方に S 極があり、 コロナループはそれらをつないだ磁気ループである。これらの構造物に供給される太陽プラズマは、高級から繊維層を経て、コロナに至るまで、6000系以下から100万系以上まで、急速に加熱される。多くの場合、太陽プラズマは、フットポイントと呼ばれる点からこれらのループを満たし、別のフットポイントから排出される。日の出の X 線望遠鏡やトレース、 スチュの極端紫外線望遠鏡によるコロナの観測により、ループの下部から上部に向かって気度が高くなる現象が捉えられるようになり、日の出の極端紫外線分光観測によって、これがコロナループ足元からの上昇流であることが分かった。プラズマがフットポイントからループトップに向かって上昇する過程を再創蒸発と呼んでいる。また、 ループの両方のフットポイントから対照的な流れが発生し、ループ構造に質量が蓄積されることもある。この領域では、プラズマは熱的不安定性のため急速に冷えることがあるため、周囲のコロナに比べて低温のプラズマ界が太陽面ではダークフィラメントとして、あるいは太陽周辺部ではプロミネンスとしてはっきりと見えることがある。コロナループの寿命は、 数秒、数分、数時間、数日のオーダーである。ループのエネルギー源と吸収源のバランスが取れている場合、コロナループは長時間続くことがあり、定常状態、または静止状態のコロナループとして知られている。コロナループは現在のコロナ加熱問題を理解する上で大変重要である。コロナループは 非常に放射性の高いプラズマの発生源であるため、日本の陽光や日野でアメリカのトレースのような観測装置で容易に観測することができる。しかし、コロナ加熱問題を説明するためには、遠くから構造を観測するだけでは不十分であり、コロナのある現場での観測が必要となる。NASA のパーカーソーラープローブは太陽に非常に近いところまで接近し、 より直接的な観測を行う。反対の磁気曲線の領域とつながるコロナアーチとコロナホールの単極事情大規模構造。大規模構造とは太陽面の4分の1以上を覆うことができる非常に長いアーチのことで活動領域のコロナループよりも密度の低いプラズマを含んでいる。これは1968年6月8日にロケットでのフレア観測の際に 初めて発見された。コロナの大規模構造は11年の太陽周期の間に変化し、太陽の磁場がほぼ総極子に近い状態となる極小期には特に単純なものとなる。活動領域の接続活動領域の相互接続は、異なる活動領域の極性が逆の領域を接続するアーチである。これらの構造の大きな変化はフレア発生の後に 他の特徴としては、ストリーマーと呼ばれる、黒点や、活動領域の上に長い、尖ったピークを持つ、大きな兜のようなコロナの構造がある。ストリーマーは、低速太陽風の発生源であると考えられている。X 線起点に X 線起点は、太陽面に見られる小さな活動領域で、九百六十九年四月八日に、観測ロケット搭載の X 線望遠鏡で、 初めて検出された。X 線起点下部の高級には双極事情構造が見られる。これは異なる磁場構造が互いに接近して生じたもので、起点の発生後に磁場は消滅する。このことから X 線起点は異なる磁場の N 極と S 極がコロナの中での時期リコネクション過程を経た際に輝いているものであると考えられている。 X 線起点の数は太陽周期活動に関係なくほぼ一定である。日ので搭載の X 線望遠鏡による観測結果から推測される平均温度は110万 K から340万 K で多くの場合温度の変化は X 線放射の変動と相関が見られる。詳細はコロナホールを参照コロナホールはあまり X 線を放出しないため X 線領域で暗く見える領域のことである。コロナホールは磁場が単極で惑星間空間に向かって開いた磁力線構造をしており、極域とつながるコロナホールからは地球軌道付近で秒速8 0 0トルのスピードに達する高速太陽風が吹き出している。極域のコロナホールの紫外線画像の中には明るい羽毛状の構造が吹き出しているように見える。 ものがあり、極域プルームと呼ばれている。これは、太陽の高級から惑星間空間へと伸びていく磁場構造がコロナとして観測されたものである。コロナホールと異なり明るい構造として観測されるのは、極域プルームの密度が周囲のコロナホールよりも高いためである。コロナホールも含め、活動領域以外の静かで、 磁場の弱い領域を静音領域と呼ぶ。赤道域は極域よりも時点速度が速い。太陽の作動時点の結果、活動領域は常に赤道に平行な二つのバンドで発生し、活動極大期にはその延長が増加するが、最小期にはほとんど消滅する。したがって、静音領域は常に赤道帯と一致しており、 極大気にはははその表面はあまり活発ではない。極小期に近づくと静音領域は太陽円盤全体を覆うまで広がるコロナの主な構造の力学の解析によって多様性に富むコロナの病像は明確に示されるコロナの複雑な変動の研究は容易ではないそれは 異なる構造の進化のタイムスケールが数秒から数ヶ月と大きく異なるためである。コロナ現象が起こる領域の典型的な大きさも次の表に示されるように同様に異なる。詳細は太陽フレアを参照2012年8月31日20時36分太陽の外装待機のコロナ中を漂っていた。 太陽物質の長大なフィラメントが噴出したフレアは活動領域で発生しコロナの小さな領域から放出される放射フラックスの急激な増加によって特徴づけられる。フレアは非常に複雑な現象で様々な波長で観測することができる。太陽大気のいくつかの層と多くの物理的影響、熱的、非熱的、そして時には物質の放出を伴う。 大きな磁気リコネクションが関係している。フレアは突発的な現象で平均的な持続時間は15分だが最もエネルギッシュなイベントでは数時間続くものもある。フレアは密度と温度に強烈かつ急激な上昇をもたらす。白色光での増光は大規模なフレアでないと観測されていなかったが宇宙機から可視光領域での観測が可能となると 中規模のフレアでも白色光の増光が見られるようになった。通常、フレアは主に極端紫外線と X 線で観測される再送とコロナの発光現象である。コロナでのフレアの形態は、紫外線、南 X 線、高 X 線、Hα 波長での観測によって描写され、非常に複雑である。しかしながら、基本的な構造は、 以下の2種類に分類される。コンパクトフレアコンパクトフレアでは、イベントが発生している2つのアーチの各々がその形態を維持している。発光の増加のみが観測され、構造的には大きな変化はない。放出されるエネルギーのオーダーは1022から1 0 2 3ルである。長時間持続フレア長時間持続フレアでは、プロミネンスの紛失。 突発的な白色光2本のリボン状フレアが関連している。この場合、磁気ループはイベントの間にその構造を変化させる。放出エネルギーが 1025J に達するものが大きな割合を占めている。トレースによって極端紫外線で撮影された太陽フレア中に噴出したフィラメント時間的な力学については、 一般的に三つの異なるフェーズに分類されており、その期間は比較できない。これらの期間の長さは観測に用いた波長の範囲に依存する。時にはフレアに先行するフェーズが観測されることもあり、通常プレフレアフェーズと呼ばれている。詳細はコロナ質量放出を参照2007年1月12日に人工衛星、 日の出がコロナ放出の瞬間を撮影した画像。太陽フレアや巨大なプロミネンスに合わせてコロナ質量放出が発生することもある。コロナ物質の巨大なループは太陽から時速100万 km 以上の速度で外側に向かって移動し、それに伴う太陽フレアやプロミネンスの約10倍のエネルギーを含んでいる。中には 時速150万 km で何億トンもの物質を宇宙空間に放出するものもある。太陽大気の外部にある物質は非常に高い温度と非常に低い密度のプラズマ状態にある。プラズマの定義は集団的な振る舞いを示す準中性の粒子の集合体である。その素性は太陽内部に似て主に水素であるが高級に見られるものより、 はるかに高く電離している。鉄のような重い金属は部分的にイオン化され、外部電子のほとんどを失っている。元素のイオン化状態は温度に厳密に依存しており、再加層大気では左派方程式によって調整されているが、工学的に薄いコロナでは衝突平行によって調整されている。歴史的には鉄の公開電離状態から放出される。 スペクトル線の存在により、コロナプラズマの高温が知られるようになり、コロナが最層の内側の層よりも、はるかに高温であることが明らかとなった。コロナは、非常に高温で軽い機体のような振る舞いを見せる。コロナ内の圧力は、活動領域では、通常0.1から0.6パスカルと、地球表面の約10ヘクトパスカルに比べて100万分の一の気圧しかない。 しかしコロナは基本的に陽子と電子という過電粒子が異なる速度で運動しているため正しくは気体ではない。エネルギー等配分の法則に基づき平均的に同じエネルギーを持っていると仮定すると電子は陽子の1800分の1の質量しか持っていないためより多くの速度を得ることができる。金属イオンは常により遅い。 この事実は、高級とは全く異なる放射過程や熱伝導に関連した物理的な影響を与えている。さらに、電化の存在は、電流と工事場の発生を誘導する。電磁流大波もまた、コロナ内で、どのように伝導したり生成されたりするのか、まだ明らかにされていないが、このプラズマ内を伝播することができる。コロナは、主に X 線で放射線を放出し、これは、 地上では観測できず、宇宙からのみ観測できる。プラズマは、それ自身の放射と、下からの放射に対して透明であるため、光学的に薄いと言われる。実際、ガスは、非常に希薄で、光子の平均自由工程は、コロナの各特徴の典型的なスケールをはるかに超えている。プラズマ粒子間の二体衝突により、様々な放射の過程があるが、下からの光子との相互作用は、 非常に稀である。放射はイオンと電子の衝突によるものであるため、時間単位の単位体積から放出されるエネルギーは単位体積内の粒子数の事情に比例し、より正確には電子密度と陽光密度の積に比例する。2006年に NASA の宇宙機ステレオで撮影された極端紫外線画像のモザイク。これらの義色の画像は異なる。 温度範囲での太陽待機の様子を表している。左上から時計回りに100万系、150万系、6万から80、00系、250万系。ステレオ全画像のスローアニメーションコロナでは熱伝導が外部の高温待機から内部の冷却層に向かって起こる。この熱の拡散プロセスはイオンよりもはるかに軽く高速で運動する電子が主役となる。 磁場がある場合、プラズマの熱伝導率は磁力線に垂直な方向より平行な方向の方が高くなる。磁力線に垂直な方向へ運動する家電粒子には速度と磁力によって分割された平面に垂直なローレンツ力が作用する。この力は粒子の軌道を曲げる。一般に粒子は磁力線に沿った速度成分を持っているのでローレンツ力は サイクロトロン周波数で磁力線を中心とする螺旋に沿って移動することを知る。粒子間の衝突が非常に頻繁に起こる場合、粒子はあらゆる方向に散乱する。これはプラズマが磁場を持って運動している高級で起こる。一方、コロナでは電子の平均自由工程が数キロメートルかそれ以上であるため、衝突後に散乱される前に核電子は螺旋運動をすることができる。 そのため、熱伝導は、磁力線に沿って強くなり、垂直方向には抑制される。コロナ振動学は、電磁流体波を用いて、太陽コロナのプラズマを研究する新しい手法である。磁気流体力学は、電気的に伝導する流体の力学を研究する学問で、この場合の流体は、コロナプラズマが相当する。哲学的には、コロナ振動学は、 地球の地震学や太陽の飛震学、実験室のプラズマ装置の磁気流体力学分工学に似ている。これらのアプローチでは媒体を探査するのに様々な種類の波動が用いられる。コロナ磁場、密度スケールの高さ、微細構造、加熱の推定におけるコロナ振動学の可能性は様々な研究グループによって実証されている。メディアを再生する。 新たな可視化技術はコロナ加熱問題の手がかりを提供する。太陽物理学におけるコロナ加熱の問題は、なぜ太陽のコロナの温度が太陽表面の温度よりも数百万系も高いのかという問題である。この現象を説明するためいくつかの理論が提案されているが、これらの候補の中のいずれが正しいのかの結論を出すのはまだ困難である。この問題は、 ベングとエドレンとバルターグロトリアンが太陽のスペクトリ中で FE9 と CA14 の線を同定した時に初めて浮上した。この同定により日食の際にコロナ中に見られる気線が未知の元素コロニウムではなく高温下でのみ公開電離されるこれらの基地の元素によるものであると判明したが高級の6000系と比べてコロナの温度は圧倒的に高く この高温がどのように維持されているのかという新たな疑問を説明する理論が必要とされることとなった。この問題は主にコロナへエネルギーがどのような形で運ばれ、その後数対応半径の範囲内でどのように熱に変換されるかという点に集約される。高級とコロナの間にある温度が上昇する薄い領域を繊維層と呼ぶ。この領域の厚さは 数十キロメートルから数百キロメートルに過ぎない。太陽コロナを加熱するのに必要なエネルギーの量は、コロナの放射損失と繊維層を通って再層に向かう熱伝導による加熱の差として容易に計算できる。これは太陽の再層の表面積1平方メートルあたり約1キロワット、つまり太陽から逃げる光エネルギーの4万分の1の量である。 通常の熱伝導では、冷たい高級から熱いコロナにエネルギーを移動させることはできない。これは、熱力学の第二法則に反するからである。これは、電球が周囲の空気の温度を、電球のガラス面よりも高い温度まで上昇させることに例えられる。したがって、コロナの加熱には、熱伝導以外の非熱的な過程でエネルギーを移動させる必要がある。 これまで多くのコロナ加熱説が提唱されてきたが、いずれの理論も極端なコロナの温度を説明できていない。2020年現在最も有力な候補として残っているのは波動加熱説とナノフレア加熱説の二つである。2006年に日の出が打ち上げられる前は先行の宇宙機、陽光などでフレア、マイクロフレアが観測されていたことから、 ナノフレア説が有力視されていたが、日の出がコロナ内を伝播する波動を空間分解して捉えたことから一時期下火となっていた波動説が改めて見直されることとなった。2012年観測ロケットに搭載された高分解能コロナイメージャーによる南 X 線波長での高解像度撮影によりコロナ内の強固に分かれた磁場のブレードが発見された。 このブレードの再結合と分離が活動領域のコロナを400万系まで加熱する主要な熱源として作用するのではないかと考えられている。静音コロナの主な熱源は電磁流大波に由来すると想定されている。波動説は波動が太陽内部から再送やコロナへエネルギーを運ぶとする説で1949年にエブリーシャツマンによって提唱された。 太陽は通常のガスではなくプラズマでできているため空気中の音波に似たいくつかの種類の波を伝達する。中でも最も重要な波は磁気音波とアルベイン波である。磁気音波は磁場の存在によって変化した音波であり、アルベイン波はプラズマ中の物質との相互作用によって変化した超低周波電波に似ている。どちらのタイプの波も 高級での粒上半対流や潮流上半対流の乱れによって打ち上げられ、熱としてエネルギーを散逸させる衝撃波と変わる前に太陽体系を通ってある程度の距離までエネルギーを運ぶことができる。波動説の問題点の一つは適切な場所への熱の運搬である。磁気音波は再層の圧力が低いことおよび高級に反射して戻ってくる傾向があることから、 十分なエネルギーを再送を通ってコロナまで運ぶことができない。アルベイン波は十分なエネルギーを運搬することができるがコロナに入ってからはそのエネルギーを急速に散逸させることができない。プラズマ中の波動は解析的に理解し記述することが難しいことがよく知られている。しかし2003年にトーマス・ボグダンらによって行われたコンピュータシミュレーションではアルベイン波が コロナの底部で他の波動に変化し、高級から再送、繊維領域を通って大量のエネルギーを運び、最終的にコロナに入って熱として散逸する経路を提供できることが示されているようである。波動説のもう一つの問題は、1990年代後半まで太陽コロナを伝播する波の直接的な証拠が全くなかったことである。 太陽コロナに流れ込み伝播する波が直接観測されたのは1997年太陽を極端紫外線で長時間安定して速攻観測できる初の宇宙機である双方によるものであった。これは周波数約1ヘルツの磁気音波でコロナの加熱に必要なエネルギーの10%程度しか運べないものだった。太陽フレアで放出された。 アルベン波のような局地的な波動現象は数多く観測されているが、これらは一過性のものであり、コロナの一様な熱を説明できるものではない。コロナを加熱するためにどのくらいの波のエネルギーが利用できるのかはまだ正確にはわかっていない。2004年に発表されたトレースのデータを用いた結果によると、太陽大気には 100mHz という高い周波数の波があるようである。 また、双方に搭載されたブックス装置を用いて太陽風の中の様々なイオンの温度を測定した結果、人間の過剰域にある200ヘルツという高い周波数の波があることを間接的に示す強い証拠が得られた。これらの波は通常の環境下では検出することが非常に困難だが、ウィリアムズ大学のチームによって日食の間に収集された証拠は 1>, 1から1 0ルツの範囲で、そのような波が存在することを示唆している。2009年、ソーラーダイナミクスオブザーバトリーに搭載された、アヤアによる観測で、太陽下部大気のほか静音領域やコロナホール、活動領域でもアルベーン波による振動が発見された。これらの振動は、非常に大きなパワーを持っており、以前に、 日の出で報告された最層でのアルベエン波と関連しているものと考えられている。2008年には NASA の宇宙機ウィンドによる太陽風の観測から局所的なイオン加熱をもたらすアルベエンサイクロトロン3逸の理論を支持する証拠が示された。フレアのエネルギー規模に比べて6桁ほど小さい線26エルグ程度の爆発はマイクロフレア。 さらに二千二十三エルグ程度の爆発はナノフレアとそれぞれ呼ばれている。これらのフレアよりもエネルギー規模の小さい爆発が解放するエネルギーの重ね合わせでコロナ加熱を説明しようとするのがナノフレア加熱という仮説である。ナノフレア加熱説の問題点は陽光のナンエックス線望遠鏡やトレース、双方のアイットなどの極端紫外線望遠鏡では個々のマイクロフレアを 小さな起点として観測できるが、コロナに放出されるエネルギーを説明するには、これらの微小イベントの数が少なすぎる。陽光での観測から得られたフレアのエネルギー規模と発生頻度の傾向がナノフレアのエネルギー規模でも同様に続くようであれば、ナノフレアはコロナ加熱の主要項とはなり得ないことが明らかとなっている。そのため、フレアやマイクロフレアの発生機構とは異なる。 物理的機構が必要となる。ナノフレアがコロナ加熱の要因となっているというアイデア。パーカーは太陽表面近くの対流によって高級からコロナへ繋がる磁力線の足元がねじれたり曲げられたりした結果、コロナにおいて磁力線が乱れて絡まった状態となり、その過程で磁場に蓄えられたエネルギーが磁気リコネクションによって熱エネルギーとして磁場から解放されて、 コロナが加熱されるとした。実際、太陽の表面には、50から1 0 0 0トルの範囲に、数百万個の正極と不極の磁場が、英語で、ソルトペッパーフィールドと表現されるように、ごま塩や塩コショウを振りまいたように分布している。これらの小さな磁極が、数分という、短い時間の中で変化している様子が、日の出などの連続観測から明らかとなっている。 この磁場の変化によってコロナの仮想で小さな電流層が多数生まれ磁気リコネクションが頻繁に発生していると予想されている。再層上層のスピキュールはコロナ加熱の候補として考えられていたが1980年代の観測研究の結果スピキュールによって運ばれる運動エネルギーの総和が静音領域のコロナのエネルギー損失に比べて2桁も小さいことがわかり 候補から外されていた。2010年にコロラド州のアメリカ大気研究センターで実施されたロッキードマーチン太陽天体物理学研究所とオセロ大学理論天体物理学研究所の共同研究では2007年に発見された新しいクラスのスピキュールは移動速度が速く寿命が短いためこの問題を説明できる可能性があるとしている。この仮説を検証には スッチ搭載のアヤとヒノで搭載の太陽光学望遠鏡用焦点面パッケージが使用された。これらの観測により、噴水上のジェットやスピキュールを形成した再層のプラズマがコロナの中へ上向きに加速されており、プラズマの大部分は2万から10万系に、ごく一部は100万系以上まで加熱されていることが明らかにされた。また、数百万度まで加熱されたプラズマと、 このプラズマをコロナに挿入するスピキュールとの間に1対1の関係があることが明らかになった。ありがとうございます。